ああ、ライブ、ベオグラード・ニコラテスラ空港の一エプロンに駐機する航空機ベオグラード・ニコラテスラ空港は、セルビアの首都、ベオグラードにある国際空港。市街地から西へ12キロメートルのスルチン区にある。セルビアのフラッグキャリアである、エアセルビアの本拠地ハブ空港でもある。2006年から空港名に、セルビア人電気技師のニコラテスラの名を冠している。この空港が、 使用不能の場合には、西州にあるコンスタンティヌス大帝空港が大替地となる。現空港は1962年に開港した。仙台の空港は東に 5km ほどの距離にあり、1927年に開港し1964年に閉鎖された。跡地は現在商業地区になっている。開港時はターミナル1のみで1979年に 現在のターミナル2が建設された。2008年から2018年の10年で利用客数、貨物取扱量が共に2倍以上となっており、セルビア国内で最大かつ最も混雑する空港である。2012年から大規模なリニューアル工事が行われ、2棟あるターミナルビルのうちまずターミナル2が2013年に、ターミナル1が2017年に改装、拡張された。 これに合わせて、完成塔も1962年の開港時から使われていたものから新設されている。2018年には、バンシーアポートが空港運営権を落札し、同年度から空港運営に関わっている。空港に隣接して、ベオグラード航空博物館があり、S-49 やイカルス451を、はじめとした旧ユーゴスラビア国産機が、 収蔵展示されているほか、コソボ紛争時に撃墜された、米軍機の機体の一部も展示されている。2009年のベオグラード都心部、スラビア広場の空港連絡バスが停車中、空港連絡バスベオグラード市内との間は、ジョット航空の連絡バス及び GSP ベオグラードの路線バスが運行されている。セルビア共和国大使館公式サイト、アクセス情報による、 2012年時点では、空港、新市街鉄道中央駅スラビア広場間の連絡バスの運行主体は、ベオグラード公共輸送システムとなっている。ありがとうございます。